前回のおさらい。オルフェオ氏から預かった3冊のフランス語のフルート指南書を読んでみたものの、組み立て方に関する記述がないことを発見。仕方なくお隣プロイセンから持ち込んだクバンズ朝のフルート奏法史論、1761年発行の百科事典に載っていた絵を参考に、いろいろあったがついに楽器の組み立てに成功したのであった。次は持ち方、構え方やります。さあまず踊っている先生の姿勢いってみます。立ってるのと座ってるのに関係なく体は直立で、頭は下げるのではなく上げて少し左肩に向けるようにします。左手首を内側に曲げ、左腕を体に近づけて肘や肩を持ち上げずに手を上げます。手に関しては完全にこの絵を参照ということなので、届かない？右手が変。難しい。こんにちは、ピンクの犬です。ここからはあまりにも必死でマイクに声が入らないほどボソボソ喋っているテクニコの代わりにこちらからお伝えします。今やっているのは図の中の A のように左手を持ち上げる、 B のように楽器を親指と人差し指の間に持つようにして手首を下に曲げるというところですね。1番の指と2番の指が少し丸くなるよう3番目の指を伸ばすように並べます。右手は C のように指をほぼまっすぐに、こう？はい、手首を少し内側に曲げ、手首を少し内側ってなんだ？内側ってこうか。はい、そうです。親指は4番目の穴の反対側、もしくは少し下に置きましょう。小指は6番目の穴と端の飾りの間に、まあ全て図で示された通りなんですけどね。さらに D にあるようにフルートをほぼまっすぐに持ち、足に向かって少し下げます。少し下げる。これで完成。こんな節目なのかな、ちょっと首かしげるのかな、うん、こんなどうでしょう。なんかすでにちょっとこの非対称さが辛いかも。続いてトゥースの教則本の一番最初にあるフルート上の指の位置っていう章を見てみたいと思います。フルートをエレガントに持つには左の親指の最初の関節で支える感じ、手首が少し反転する、親指はちょっと平らになってて、この第一関節のところで乗せ、真ん中を乗せるみたいな、でこの3つが自由にできるぐらいちゃんと支える。でこの親指の位置が1と2の指穴の間、親指の位置が詳しく書いてあるね。オトテールに矛盾したことは何もない。本体の下の部分を右手で持ち、親指が最初の穴と2番目の穴の下にあって、この3つは平らに指が覆う。へえ。一番最初に指の腹で押さえようとしたら、まあ確かにもう全然ダメだったから、やっぱりそういうもんなんだ。で小指を自由にキーに乗せると、これなんかいいね。ちょっと楽しい。まあこれで終わりか。これで終わり。ルースとオトテールの書いていたことを両方まとめてみたいと思います。まず体を直立させ、頭を下げるのではなく上げて少し左肩に向けます。左手首を内側に曲げ、左腕を体に近づけて肘や肩を持ち上げずに手を上げます。そして左手について書いてあったことを思い出しましょう。親指の位置、角度、手の角度に注意して、その他の指は曲げ、曲げ、伸ばし。右手については親指の位置、置き方、手首の曲げ方、その他の指の置き方ありましたね。そして最後に楽器はまっすぐに構え、少し下げる。これで完成。これでどうでしょう。
できたできたできたかも。試しに一発吹いてやってみようと思います。